トーマス・ドルビー、トーマス・ドルビー、トーマス・ドルビー、1958年10月14日隊は、イギリス・ロンドン出身のミュージシャン、音楽プロデューサー、及び発明家。トーマスの父親、マーティン・ロバートソンと結婚している。トーマスがロバートソンではなく、ドルビーと名乗っている。ステージネームの由来は、ノイズリダクションシステムや、サラウンドサウンドエンコーディングシステムなどを、 設計開発している企業のドルビーラボラトリーズから取られていると言われていて、友達からもらったカセットテープに印刷されていて、カセットデッキにもその名が付いていたためだと言われていい。1980年代半ばにはドルビー社から名称の使用差し止めに関して起訴されたが、最終的には時短で解決し、ステージネームとしての使用は継続されている。トーマスはニューウェーブとポップ。 楽器では、シンセサイザーなどの電子楽器類を得意とするミュージシャンだが、幅広い音楽ジャンルにも対応している。彼が作り出した音楽の中でヒットした作品の中にはアルバム、光と物体や、ハイパーアクティブ、フィールドワーク、坂本隆一と共作などがある。初期のキャリアは、キーボードプレイヤーとして、ブルースウーリーのヒット曲、ニュートイエの参加や、フーリーのマジック、 S1 S では共作、絵のキーボーディストとして参加などがある。1983年にもデフレパードのアルバム、デブッカー・ティー・ボフィンという別名にて、キーボードプレイヤーとして参加している。彼のキャリアの中で最も重要なものには、ホリナーの1981年リリースアルバム、4に収録されている、アージェントでのシンセサイザー奏者としての参加と、同アルバム収録の大ヒット曲、 ガール、ライクユーのイントロで聴くことができる環境系サウンドのシンセサイザーの使い方などがある。そして、このアルバムレコーディングとツアーへの参加で受け取った報酬を使い、1980年代のベンチマークアルバム、光と物体が制作され、ソロとしてのキャリアがスタートしている。1985年のグラミー賞受賞式では、スティービー・ワンダー、ハービー・ハンコック、 ハワード・ジョーンズと共演し、1980年代半ばに活躍したミュージシャンの中でもシンセサイザーを駆使し、サウンド作りが得意な4名が同じステージに立つという珍しいシーンが見られた。国際的なイベントとなったコンサートライブエイドへは、デビッド・ボーイのバンドメンバーとして参加、ジョニー・ミッチェルのアルバム、では、コプロデューサーとして参加、プリハブ・スプラウトのアルバム、 スティーブ・マック・イーンでは、数曲、1990年のアルバムでは、全面的に、プロデューサーとして参加している。1980年代終わりから1990年代初頭に、かけては、ライブパフォーマンスを中心に活動していて、1988年6月18日に、ローズボールで行われた、デペッシュモードのコンサート、へのサポートや、1990年に、 ベルリンで行われたチャリティーコンサートではロジャー・ウォーターズのロックオペラではシンディ・ローパーが歌で参加した絵の参加などがあるインターネット関連事業へ進出していたためしばらくの間音楽界から遠ざかっていたトーマスは2006年に復帰して2006年1月21日には初めての単独公演を25周年記念としてサンフランシスコの レッドデビルラウンジで行い、4月12日からはアメリカツアーソウルインハビットントツアー2006を行い、このツアーは CD と DVD 用に収録された。CD の方はシカゴで行われたドルビー・アット・マーターズでのギグが収録されていて、DVD の方はのバークリー・パフォーマンスセンターが収録され、CD と DVD は2006年11月にリリースされ、 流通はと iTunes で行われた。2007年には、イギリス国内でも、ソウル・インハビットンとツアーを行い、アメリカツアーでは演奏されなかった新曲が3曲、追加された。2009年5月18日にはデジタルリマスタリング、された CD と DVD のセット、ザ・シンギュラー、トーマス・ドルビーが EMI からリリースされた。CD には、未発表曲も収録され、 DVD の方には、ビデオクリップが収録され、以前、VHS、ベータ、レーザーディスクなどで、メディアで発売されていた、ザ・ゴールデン・エイジ・オブ・ビデオが収められている。1993年には、ヘドスプイス社を設立し、成功を収めていて、この会社ではインターネットでのダウンロード向け、ファイルフォーマットとしてのデザインされた、リッチミュージックフォーマットとして開発していた。 このフォーマットは、ミディフォーマットのように小さなファイルサイズの中に、高ヒットレートで音声を収録するためのもので、無料のプラグイン、ビートニックプレイヤーをブラウザーにインストールして、RMF を視聴可能にすることができた。RMF の後のバージョンでは、アーティスト側が、ウォーターマーク、隠し認識表を記すができるようになっていて、オーソライズ、認証されていないファイルは複製できないようにできた。 現在のビートニック社は、携帯電話向けソフトウェア版シンセサイザーの開発を行っていて、ノキア製の携帯電話へライセンス提供されている。RMF データシート。トーマスはすでにビートニック社の CEO からは降りていて、インターネット向けの他の技術開発に矛先を向けていて、2002年には、レトロリントンズ LLC を設立、携帯電話向けのレトラフォーリオをプロデュースし、 携帯電話向けの呼び出し音事業に参画している。そして2004年にはフロリダで行われた第2回モバイルミュージックアワーズで、デトラフォーリオはベストオブショーとベストニューテクノロジーの各賞を受賞している。彼の音楽性は100を超えるデジタルポリフォニックの呼び出し音で発揮されていて、ほとんどのノキア製携帯電話でその音を聞くことができるほどに普及している。ノキアなどでは、 技術会議における著名な発言者としても活躍している。現在のトーマスは音楽プロデューサーとしての家業以外にも映画とビデオゲーム向けのサウンドトラック作曲家としては3次元 CGI グラフィックのなどがある。1998年7月にはからライフタイムアチーブメントインインターネットミュージック賞を受賞している。2002年にはプレイステーション2用ゲーム。 グランドセフトオートバイスシティが採用され、セガのインタラクティブ映画のスコアリングなどもやっている。2001年からは、テッドカンファレンスの音楽監督を務めていて、カリフォルニアのモンタレーで行われたイベントへ、世界中から集まってきた思想家、発明家、発言者たちに向け生演奏を披露し、時々イクレクティックテッドハウスバンドでも一緒に演奏し、 イベントへのゲスト招致などでも協力している。1988年には彼女はサイエンスがホンダシティの CM 局に起用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。